アメリカを訪問中の中国の次期最高指導者習近平国家副主席が自身にゆかりのあるアイオワ州を27年ぶりに訪れました。所以说对农业、农村、农民都有深厚的感情。アイオワ州は習氏が1985年に初めて渡米した際訪問した場所で、当時の友人と再会を果たしました。当時この地で養豚技術を学んだ習氏ですが、再び訪れた背景には中国の地方幹部の生活が長かったことがあると見られます。習近平氏は30年前ここ河北省の農村に幹部として赴任しました。そしてそれから25年間地方幹部として全国の都市を転々とすることになります。习主席清华就是平易近人，对老干部们挺好。地方と古い友人を大切にする指導者、そうした人物像をアメリカにアピールする狙いがあったとみられます。